鳥居伴い林神社は、大阪府藤井寺市林にある神社。式内社で、旧社格は、府社。社名から、大友氏の氏族である伴い林氏が祖神を祀ったものとみられる。高見結び人の五代目の子孫が、天王妃命であり、天王妃命の三代目の子孫が、道の海命である。総建年は不詳である。 日本三大実録には867年2月26日上に感謝へ列し、873年12月20日には十五石下に除せられたという記述がある。戦国時代に織田信長の陛下に愛車殿が消失し、友林一族が途絶えてからは地元のうぶすながみとして祀られてきた。江戸時代には友内林氏神社の否定が国学者によって行われているが、 江戸時代の国学者や役人の問い合わせに対しても当時の林村の村役人は小津天皇の神社であるとして否定的な回答を返している。その林村でも幕末には伴い林氏神社を大友氏の祖神を祭る者であるとする認識が広まるが、それにはこの村出身の国学者である伴い林公平の影響があったと考えられている。 1872年に孫者に、列格した。長寿社1932年、軍人直床死50年を記念した調査により、当社が軍事を司った大友氏の祖神である、道の海命を祀る日本唯一の神社であることが、わかり、西の靖国神社と称され注目されるようになった。ただし、この決定は、当時の陸軍時間である、 柳川平介から調査を委託された国学者、歴史学者の生田めっつねのりの辞説に基づく要素が強いとされる。これ以降、境内の整備、拡充が行われ、1940年に新社殿が完成して仙座が行われた。この時、安国神社から長寿社が寄贈された。1942年2月10日、府社に昇格した。ありがとうございます。